これはね、青新十六の省略して青新君です。今店からこっちへ出してきました。夜ね、こっちにおるんですよ。昼間は遊ばしてるんですけど、夜になると店の方に行ってケージに入れるわけですね。それでそこに入れるわけですが、朝まで糞をしないわけですね。それで朝私が行って出して、こちらの部屋に連れてきて台の上に置くと、ドバーッと一晩溜めてた糞をですね、しますね。まあ普通これを溜め糞とか言いますけどね、それは大量にありますね。だからケージの中は糞は全くありません。辛抱して辛抱して、だから出さないとどうなるんかなと思うとね、ちょっと心配になりますね。もうそれが習慣になってますから、朝出しに行くのがね。そして糞をさせるんです。こっち連れてきて、くる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 っと回ったり下がったバックしながら、犬によく似てますよ。入れたまった糞をとばーっとするっていうね。まあこれがね、人間が大好きで、どんな人の肩にでも腕にでも登っていきますね。足元におれば。ただカメラだけはどうも苦手みたいですよ。まあ今はね、なんとか我慢してますけど、もう見たらね、逃げますね。はい、ちょっと見せてあげてね。だんだん赤くなりましたよ。ここも赤くなりました。ここはこの上です。ここも入ってますね。これがまあ特徴っていう特徴ですね。これも全部赤くなります。ここはね、はいはいはい、カメラ怖い、カメラ怖い。おい、待て、待ちなさい。はい、よくお客さんと来たら一緒に遊んでますよ。おい、ポケット入る？ポケット入るかい？どうする？こういうとこ入らない？入らんね。